はいどうも、かどやんでございます。本日はですね、12月に入ってしまったんですけども、11月分の下半期に買ってきた漫画と、11月分の金額をね、同時に発表したいと思います。それではですね、新刊と買い始めたやつとね、両方分けながら発表していきたいかなと思います。まずはですね、新刊紹介させていただきますと、こちらになりますね、元ヤンの10巻、バトルスタディーズの12巻、食料人類の4巻、オーレンズの4巻、ジャンクランクファミリーの3巻、永遠の消防隊の、11巻、そして、来世は他人がいいの1巻でございます。この来世は他人がいいの、作者の方のなんか新作というかね、春の呪いという漫画を描いてた小西先生の新作ということで、まあ、この漫画がすごい2017女編第2という風にね、僕はね、春の呪い聞いたことあるんやけど、読んだことがなかったんで、まあこれ聞くとちょっと、面白かったのじゃあこれも面白いんじゃないかって、まあそれ単純な考えではあるんですけども、まあ設定も設定でね、これは面白いですね。ここの設定も面白いし、でもね、今後どうなるかってめちゃくちゃ気になるだけにね、まあ、ぜひ皆さんにもね、買っていただきたいかなと思います。まあ、他で言うとね、こちらの2作品ね、オーレンズとジャンクランクファミリー、まあ、僕前言ったんですけどね、両方ともね、高橋洋先生の作品ということでね、こっちはもうね、がっつり高橋先生のみってなってるんですけど、こっちがあくまで原作担当の他の漫画家ね、カズヤン先生にやらせていただいてるってことで、まあ、もうね、この2つの世界観は全部設定も同じなんですけどもね、高橋先生だけでも僕的には面白いと思うし、まあ、このゾンビ設定やっぱり面白かったと思ってね、ぜひともこの2作品どっちともまだ少ないんでね、皆さんにまで買っていただきたいと思います。そしてですね、買い始めた系で言いますと、こちらですね、イサックの2巻2冊分になっております。まあでもこれもね、結構面白かったというか、やっぱこういう設定の漫画どうなんやって思う人もいるかもしれないんですけど、僕的にはめちゃくちゃ読みやすくてね、作者の方もね、前作なんか書いてらした方なんで、まあそういった流れで言うとやっぱりね、漫画歴というか、まあそこもね、信頼できるような感じだと僕的にも思えるんでね、まあぜひともね、こちらもまだ 2巻しか出てないんでね、皆さんにも買っていただきたいかなと思います。そしてね、買い始めた系で言いますと、もうこれはですね、やっと買ったということで、こちらのドラゴンボールスーパーの4冊でございます。まあ4巻がね、発売されたばかりなんですけども、まあこのタイミングで僕もね、ここでもう買っとかなあかんって思ってね、昔からのドラゴンボールファンではありますし、この豊太郎先生って人もね、やっぱすごいですね。ここまでドラゴンボール再現されてるのかと。いや、もう昔から変わらずというか、それがもうたまらんっていうところね。まあまだ買ってない方、もうドラゴンボールに裏切られた人多分いないと思うので、これも新作ではありますが、ぜひともね、買っていただきたいと思います。ということでね、まあ新刊と買い始めた系とこういう風に分けて紹介したんですけども、まあ新刊がね、結構、まあ分かれてたんで、まとめてね、全部まとめて紹介したってところにはあるんですけども、新刊だけでも結構冊数は多かったんで、11月の下半期ってだけでもね、まあ今後はね、新刊と、まあ、はい始めた系とね、分けてね、紹介していこうかなと思っております。次からね、11月分の、全部ね、上半期、下半期合わせた金額をね、発表していきたいと思います。まず単行本のね、金額と冊数を紹介しますと、冊数はですね、全部で26冊という風になりました。まあ20冊分か、まあまあそんぐらい毎月買ってるのかなっていう印象はあったんですけど、僕的にもね、金額の方が26冊で、14,921円となりました。単行本だけのやっぱりね、1万円超えるとまあそんだけね、新刊も含めてやっぱ買い始めた系も全部面白かったと思うしね、これはもうね、しゃあないです。雑誌の方がまあ休みがなかったんで、全部5冊分を、毎月というか毎週買ってたんで、6,320 円と、まあ、雑誌は毎回同じなんですが、単行本と、雑誌を合わせた金額を発表しますと、全部で21,241円という風になりました。まあ2万超えか漫画だけでも2万を使うということでね、最近結構やっぱり2万超えが多くて、まあそれだけもう新刊もね、やっぱり結構、買い始めた系が多くなったから新刊が増えてくるっていうところもあるんですけども、買い始めた漫画は冊数は少ないんやけども、全部僕的にも当たり屋っていうのがね、今月も分かったということでね、今回はまあ下半期に買ってきた漫画と、金額の方を発表させていただきました。まあ前日にね、11月に買ってきた漫画ランキングという企画を始めてややらせていただいたんですけども、そちらはね、上半期に紹介したやつと、下半期に紹介した、今紹介したやつとね、両方合わせた中で僕が面白いランキングを、新刊と買い始めともランダムでね、ランキング形式で紹介させていただいたんで、そちらのランキングに関しては今後はね、買い始めた部門とか新刊部門とか、分ける考えも一応あるということで、買ってきた漫画ランキングをやってから、こういう風に下半期を、下半期に買ってきたやつと、金額をね、同時に発表するというスタイルをやっていこうかなと思うので、ぜひともご視聴の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。